はい。えー、その次ですね。えー、J さんは妻との面会には、穏やかに接する人、暴力的な行動を取る日があると。えー、このような J さんの症状に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさいと。まあ、これが特徴なわけですよね。血管性認知症の、情動疾禁とかって言ったりしますけど、えー、よくあることです。一応問題見てみますけど、一番、認知症の人に共通して見られる。そんなことないですね。周辺症状ですし、アルツハイマーの人とかには比較的起きない、起きづらいですね。血管性、脳血管性認知症によく見られます。情動疾禁。 で、2番、この症状を中核症状と呼んでいると。違いますね。周辺症状です。暴力的な行動とか。えー、周辺症状、前に出てきましたけど、覚えてますかどんなものか。幻覚とか、妄想とか、徘徊とか、暴力とか、あと何でも口に入れてしまう異色とかですね。そういったものが、えー、周辺症状と言いましたよね。中核症状というのは一方でどんなものかといったら、脳の神経細胞が変性することによって起きることです起きるものですけど、言い換えたらみんなに共通して見られるということですよ。どんなものかというと、記憶。 力力のの低低下下ととかか判断力の低下とかですね、えー、あとは検討式とかが失われるここはどこ私は誰っていう状態ですよねあとは執行失忍失合みたいなこういったものがありますね。 えー、2番はツですね、これ。で、3番、本人の身体的な要因や周囲の状況が影響を与える。こういうことなわけですよ。周辺症状っていうのはそういうことです。その人の身体的な要因とか、あと周囲の,あの環境ってことですね、が影響を与えるよ。だから周辺症状というわけですね。周辺というのは周りっていうことですもんね。これが丸,に丸だろうなという感じが出てます。で、4番、この症状は認知症が進行しても変化しないとありますが、これもですね、あの、テクニック論で言うと何とかないってきてるものは初めから消した方がいいですね。また仮に読んだとしても、 え、認知症が進行しても変化しないとありますが、周辺症状ですから、進行する場合というのも、あの、ありますね。なので、これはなんかおかしいな、というのがわかるといいかなと。 進行しても変化しないということはないだろうな、ぐらいのことが分かるといいですね。で、5番、認知症の初期症状に起こりやすいというふうにありますが、まあ、初期症状で起こることもありますが、えー、比較的その先に起こることということが多いわけですね。この上道失禁とかっていうのはですね。まあ、4番と5番っていうのは何かこう、同じようなことを言ってますけどね。えー、進行しても変化しないとか、初期症状に起こりやすいとかっていうのは、結局は時期の、初期とか中期、あの、末期っていうのは時期のことを言ってるので、えー、4と5というのはどっちか罰なら両方とも罰とって というようなセットで考えられるかなと思うんですが、まあ、どのみちこれ答えは3番ということですね、えー、解説は以上です。